10万分の1って要は1000万円持ってた人が100円になっちゃうってことですよ。これはこれでまたよくだからないか、でもあれですよね、値のみって日本人、ピンときませんでしたけど今見てると、うんうん、単純にやっぱり消費者が分かりやすくするために桁を削りましたよみぐらいな感じ、ね、まあ一応ね、その価値の裏付けをしっかりとできるんであればいいんでしょうけど、まあ、いろんな、ね、歴史があるんですよね。 あの本当に韓国もやったことはありますしアルゼンチンはもう何度もやったことあるんですよね、はい、あのそれから東ヨーロッパが非常に多いんですけども<ー>そこにこの、まあ、ジンバブエも有名になりましたけどベネズエラが今回ということなんですが。 石川さんはこのデノミについてはどうご覧になってますか。あの正直言って、全く意味がないですね。お買い物の計算が楽になる以上のことは本当にないですね。<laughs> うん、あのやっぱりそのデノミをやる理由って、そのインフレが進んでしまって、桁数が大きくなってからっていうところに。今回なりましたけれども、インフレを止めないと、あのまた同じことの繰り返しになってしまいますよね。うんうん、でこのインフレを止めるためには、ベネズエラの場合は、まあ例えば財政緊縮財政やるとか、うん、あのこ国の信任を。 ちゃんと上げないといけないわけなんですけれども、うん、そこには全く着手されていないので、うん、あのまたちょっと桁数を上げていく紙幣を発行し続ける羽目になるんじゃないかと個人的にも心配しています。うん まあすでにデノミをやった後も通貨が、ね、下落していると言われていますうすの裏付けになるのがその仮想通貨のペトロという話なんですけれども、はい、そもそもがこれが流通していないということと、はい、あとそもそもがそのベネゼラは確かに埋蔵量はあるものの <laughs>、うん、生産できていないわけですよね、それを裏付けにしたところで何も元手になるものがない、うんうん、それが故にさらにこう価値が下がっていくという非常に悪循環になって,るっているのが現状かなという感じがします。よねあの パッと一般的に見ればですよ。そのベネズエラって原油の埋蔵量が非常に多いところですよね、はいはい、なぜこうなってしまうのかうの基本的には国が丸がかいにしようとしているということですよねそうすると外から投資が来ないので新たに採掘ができない、うん、あるけれども出てこないから全く自分で自情自爆で苦しんでしまっているっていうのが実態かなという感じですよね、うん、先ほど石川さんここで話してたんですけど、はい、診察をするぐらいの余裕があるので、ね、それを石油の生,生産の方に <laughs> ぎ込むことをした方がまだいいいんんじゃななか、はい、そうなんですよねか原油が掘れない理由というのがお金がなくて施設が古くなりすぎてもう使えないってところなんですよねであれば本当はあのそちらの方に投資した方がいいんですけれども見せかけの,その看板を掛け替える話なんかもさっきこちらでしてたんですがそちらにお金をかけてあの実際に経済が立て直す方に回せてないというところは非常に大きいですよね、うんまあ、アメリカとも喧嘩をしているところですし、うんまあ、なかなかその外からの支援も受けにくい状態ですよね。うん もその外資が入りにくいですよね、うんまあ、ドゥル政権ですとね、対、ま、米、あうん、関係も悪いので、またあと、対米関係も悪いので、IMF の融資、先ほどのお話ですけどなかなか考えにくいですよねせいぜい、ね、あとは中国に助けを求めるぐらいしかないですよね。いろんな新興国の今、通貨があの今年に入って下落してきているわけなんですけども。はい まあ、あの今、よく言われている有名になっているのがこのトルコのリラとそれからアルゼンチンのペソですよね、この2つの下落率というのは非常に高いわけです昨年末日なんですけどもね<ー>それ以外でもこういう形で下がってきています続々と、ねうん、2> 第2のトルコという,感じでそうで今おっしゃったように、ね、あのこういうところって大体中国に接近していってるところが多いんですよね。<ー>だからここが非常に心配なので、うん この通貨の下落とこういうい新興国の状況というのは大丈夫なのかということで西山さんはあの独自にあの調査していただいてのリスク評価ということでよく市場からこう注目を集めている中国の国について一体どういうふうな評価ができるか、まあ、上にいくほどリスクが高いという形なんですけどやはりもうアルゼンチンはすでに IMF 支援が入ってますのでやはり一番厳しいだとそこに次ぐのがトルコであったりもしくは次が南アフリカ。でこのの順番何なのかというと経常収支 はい、お金が足りているのか足りていないのかという構造プラス、外貨準備に対して例えば外からお金をたくさん借りているそうすると通貨が安くなるとその借り換えもしくは債務負担自体が大きくなってしまって、はいはい、外貨準備自体が、えー、取り崩さないといけなくなってしまう、うん、そういうふうなです、ね、リスク順にずっと上げているんですけども、はい、よく日本国内においてはです、ね、やはり1997年のアジア通貨危機がです、ねはい、非常に連想がされやすくてです、ね、じゃあタイとか韓国とかってどうなんですかと言われるんですけど、うん、今、実はこれらの国々と帰ってかて実は状態がいい。はい あただ、あの時に問題になったインドネシアはやはりちょっと今現状厳しい、例えば2013年の,あのバナンキさん、えー、元 FRB 議長が、ですね、えーあのー、量的金融緩和政策、これを縮小しようという、ただ発言をしただけで、 金融市場を動揺したってことこがあってその時にあに5か国フラジャイル5なんて言われましたけれども、うん、それらの国々に関してどうですかというとやはりトルコであったり南アフリカであったり、えー、インドネシアただ、その時に含まれていたインド、ブラジルというのは外貨の面でいくと相当状態が良くなってきている。 当然らそのフラジャイル5というのがです、ね、やはり市場の中で非常に頭にあるのでこういうのを動揺するとやはり通貨が下がりやすくなる、ちょっとそこら辺は実態とはまた違う動きになってきているというのが実情かなと、ただこれをもとにです、ね、考えていくと実はあのちょっともう一つ表を作っているんですが。はい IMF がですね外貨準備に対して輸出だとか、はい、もしくはマネーサプライ対外債務、これの比率大体 ARA と書いてるんですけどこれ大体1 0から,120ぐらいあ150%ぐらい外貨準備があると大丈夫ですよねという,ようなことを言ってるんですが、はい、今挙げた南アフリカであったりとかですね、はい、もしくは、えー、アルゼンチンもそうですしあと東欧だとハンガリー南米のチリ。 でそういった国は実はこう100%満たしていない状態に、ね、これ、ちょっと難しいんですけれども、はい、この ARA っていうのは、はいえと、要するにその国の、はいえー、細部の状況があるわけですね、はい、それに対して、どのぐらいの外貨準,準備が必要かっていう、はい、そういう概念があるわけですね。それが 何パーセントかっていう数字が出るって、これ右の軸になるわけですか?。そうすると、大体このぐらいまでには、つまり百パーセントから150%パーセントぐらいまでには。収まってないと。 まあ危ないですよということになです。あの金融市場が動揺したときに非常に困難に見舞われるというようなことを実は IMF 自体が指摘をしています。必要な分だけ外貨準備が足りてないですよというまあ指標だということですね。そう,うそうするとこれは低いほど悪いわけですね。悪いということになります。<ー>多ければいいってものじゃないですか。まあ,あ<ー>多いと実際に言うと過剰だっていう、そこまで外貨準備が必要なんですかって話発逆になるんだと思うんですけど。中国だとか韓国らしい。ええとですね、国韓国は非常に低い、ね。中国はですね固定相場制ですので、実はその表あのもう ARL をですね算出する基準が実はちょっと。 変動相場制の国と固定相場制の国が違うと、とその固定相場制になると当然ながら為替を安定させないといけない、そのために外貨準備をやはり取り崩す必要性に迫られますので、その分だけ当然ながら値が低くなってしまうということがあります、うん、そうすると西山さんの資産だとやはりそのトルコ、南アフリカ、この辺りが一番低いわけですから、はいうん、非常に低いですので、今、うん、2> 第2のトルコをです、ね、金融市場ちょっと睨んで動いてますけれども、そうなるとどうしてもまあ筆頭格に南アフリカが出やすくなっているというのが実情かなという感じ。うん あのー、確かにこう対外債務というのがそのドル建て、あるいはユーロ建て、そういう外貨建てで借金をしている、でその中で今、あ世界的にです、ね、金融政策、特にアメリカの利上げが行われているということは、どちらかというと、そのこうした国からすると、その借金の負担がどんどん,どんどん重くなっていってるわけですよね、それで今、きつくなっていってる、まあ、これ、毎回毎回、あのこのアメリカの金融政策、こうどちらかというと、その あの利上げの方に行ったときというのは最近は起きていることではあります、はい、そしてこの20年ぐらい見るとロシアショックもそうですし、はい、アジア通貨危機器もそうですしブラジルショックもそうですしメ、はい、キシコショックもそうです基本的にはアメリカがです、ね、利上げ局面に入ると大体新興国のどこかで問題が起きるというのはこれはもよく言われている話ではありますよね、はい、で今回はそうするとそれがどのぐらい,危ない石川さん、どのぐらい今回は危険度があるのか。はい アメリカすでに利上げのフェーズに入っているので、うん、その最初のショックというのはその前の時点の,あのバーナンキさんが引き締めたそういうところの話から始まるわけなので、うん、あのそういう最初のあけ あの新興国通貨危機のようなところはもう抜けてしまっていると思うんですね、うん、ただ、まああのー、今年に入って特、まあ、ほとんどの通貨がドルに対して売られているわけなんですけれども人、うん、とは、まあ、売られているのは経常赤字が大きい高インフレ国かつ正常不安の3つが揃っている国なんですよね。うん、あの例えば、あのー メキシコなんかは経常赤字国でインフレも高いんですけれどもインフレ率は、まあ、一応、中央銀行がコントロールできている範囲内ですし政,策的政権的にもあの結構安定しているようになってますので、うん、あのアルゼンチンやトルコのようとはもう全然違うんですよね。トルコに関してはもうアメリカと制裁合戦を始めてしまってもう正面切って戦い始めてしまっているところが今回トルコリラが大幅に売られた要因になってますし、うん、であの先ほど南アフリカのお話出ましたけど南アフリカに関しては あのラマポーザ新政権。 があの誕生するそのちょっと前ぐらいからですね期待で南アランドがすごく上がったんですよね去年の年末から猛烈に上がったんですけれどもここに来て頭打ちしてほ、まあ、他の新興国通貨債に釣られて下落をしてさらに今月に入ってあの下落をしてるんですけどその理由があの南アフリカというのは白人の農家が大半の土地を持っていると黒人の方が人口は圧倒的に多いんですけどでその白人の農家を強制収容するという話が、まあ、最初からもともとあったわけなんですが。 それに対してトランプさんが噛みついてあの調査するように言ったというふうにツイッターで話したところ、うん、南アフリカにアメリカからの制裁が来るんじゃないかということでまたランドが落ちたりとか、うん、今度はそのアメリカから攻撃する第二の国が南アフリカとして上がってきてしまってててきしまるんですよね、うん、全部トランプさんかかって、ね、<laughs> 心配なのが今こういった国々が IMF に駆け込むんじゃなくて中国に助け船をこう要請するような構図にななんとなく今なりつつあるのが。 どな何が悪循環かというとそういう中国に駆け込まざ,れざるをえないほどアメリカ、トランプがその追い詰める中国に駆け込むと今度はトランプが怒る、うん、この悪循環になっているということが非常に問題ですよねまあもっと言えばそういう国って結構親日だったりするところも、ね、トルコなんかまさにそうですけど<ー>トランプさんとの関係トランプ大統領との関係もあるから日本も なかなか立ち位置が難しくてこう助けられないそ,で、ね、でそこに接近するのが中国というそういう状況にもなって,きて,ってカリオさんはどうご覧になってますかいて世界でこれから反トランプ同盟ができるじゃないかと思うぐらいであのただし、どうでしょうかねトランプ大統領はあと2期目やりますかね。 可能性はありますけどあの <laughs> 国内ではあ,のあまりその安倍首相に対する評価って出ないんですけどよくまあここまでトランプと信頼関係をまあ国益という面から本当にあのトランプとその対等に話し合える数少ないえ首相としては。 評価に与えすべきだとは僕は思うんですけどね一方で今ね中国とも何とかうまく会見関係改善ってやってますからねか綱渡りではありますけれどもね,そう,ですねそういう政権になってますけどそのそういう状況でどうどうご覧になっますかいや私今年はね日中はものすごく改善されると関係はですね、はい、ただし安倍さんがですねもう少しトランプ大統領に対して、えー 例えば WTO を活用してです、ね、あのもっと既存の秩序にのっとってやってほしいとそれから日本のかつての貿易マ擦ーズの経験を踏まえて中国に対しても説得していただきたいという、うん、あの仲介役の役割は、ね、果たしていかないといけないと思う、ねうん、前島さんは、はい ううなかなか難しいところですよね、例えば中国、日中関係、今年はよくなるという話、まあ、まさに谷さんおっしゃったとおりであ,ありますけれども、あの一帯一路、日本がどうここに関わってくる場合、アメリカが多分いいと思わないと思いますしね、またとこれ、大きな流れで聞いてみていくと、要するにアメリカが第二次大戦後を作り上げてきた自由貿易とか、いろんなシステム、IMF、国際企業のシステムが、まあ、要するに、ほころんできて。 それをもう変えないといけないというのがトランプ政権なので基本的にこれまでのベクトルから変わってくると思うんですよね、うん、そこにわれわれがどう対応するのか、まあ、対応を引きちゃいけないのかもしれないですけども、まあ、少なくとも大きく世の中、まあ、トランプ政権ってこれまでの戦後の秩序を、まあ、覆そうとしてまて、あ、ここを見ていくと、まあ、トランプ発のいろいろな難しいことってまだまだいっぱい出てくるような気がしますけどね。うん これね、安倍さんがじゃあどういうふうな決断を今からどうしていくのかというのは今からが重要になってきそうです。ね。